生まれてから亡くなるまでというか幅広い年代でやはり体を鍛えておくっていうのはすごい大事なことになりますので、ただその中でやっぱり体のこう成長具合っていうのはそれぞれの年代でやはりあのポイントとなるところが変わってきますので、そこのポイントにしっかりこう沿うような内容っていうのは大事になるかなと思います。清澤さん、運動のことについて、今、一つ一つ基本的なことを今聞いています。今日は運動でも年齢的に分けて捉えることができると聞いているんですね。はい、まずはその細かい内容よりもこう分けておいた方がいいというか、分けておくとトレーニングの中に活かしやすい要素ってあったりしますか？そうですね、人生100年世代と言われるぐらい、やはりあの生まれてから亡くなるまでというか幅広い年代でやはり体を鍛えておくっていうのはすごい大事なことになりますので、ただその中でやっぱり体のこう成長具合っていうのはやっぱそれぞれの年代でやはりあのポイントとなるところが変わってきますので、そこのポイントにしっかりこう沿うような内容っていうのは大事になるかなと思います。そうすると体のまあ成長に合わせて運動の取り入れ方も変えていく。そうですね、はい、あと体のまあ衰えっていうと変ですけど、はい、年齢に合わせたトレーニングの使い方を入れた方がまあ理想的というか傾向的ということですよね。はいはい、ありがとうございます。人生100年という中でどういうふうな区切りで捉えていくといいんでしょうか？そうですね、はい、まあ、大きく分けて大体まあ6つぐらいに分けることができるかなと思います。まずは私も生まれてから大体まあ小学生ぐらいの子供世代ですかね、で子供世代っていうのはやはりこういろんな運動をこう、ね、やっていくっていうのが大事になるかなと思いますので、こうまずはまあ楽しみ遊びながらっていうところで足を使う運動であったりとか手を使う運動であったりとか、あとはまあ体を使う全身を使う運動であったりとか、昔で言うは木登りとかね、全身で動かすみたいな。そうですね、はいはい、っていうのがやっぱり大事にはなってきます。あと最近またこれもまたしづらいかもしれないですけど、やっぱ裸足っていうのもやっぱ大事かなと思います。足の裏には感覚を司るセンサーがいっぱいあるので、靴を履いた状態で運動するのも、もちろんそれはあの足の怪我予防とか大事なんですけれども、いろんな接触感覚っていうんですけど、いろんなものが足の裏にこう刺激を与えて、でこぼこしてるとか、芝生みたいなところで突き刺さるとか、あとはあの、まあ、砂場とかちょっと難しいような砂浜とか、いろんな形状のところに足をつけるっていうのはすごい大事になるので、どういう状態で運動するかっていうのももちろん大事になるかなと思います。ただまあ一番はやっぱりまあ楽しんで遊んでもらうっていうのが、まず運動に親しむっていうのが、まあ、その世代では大事かなと思います。大地を捉えるみたいな感じ、はい、世界を知る時間かもしれないですね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあその次のフェーズはどんな感じですか？次はやはり中高生ぐらいですね。中学生高校生で中学校とかで、ね、高校に入るとやっぱりもうクラブ活動という形でスポーツにいろいろ精通されるような年代かとは思うんですけども、ちょうどまあ僕らのトレーナーの世界でトレーニングの世代では中高生の世代がちょうどゴールデンエイジと言われるような世代になってまして、運動のこの発育発達でいうと一番筋肉もしっかり骨も徐々にこう強くなって大人に近づいていくまあ世代っていうところで、いわゆるまあこう重りを使ったウェイトトレーニングであったりとか、あとはまあ高く飛ぶためのジャンプトレーニングであったりとか、速く走るためのスピードトレーニングなんかのよりこう専門的なトレーニングを一番やって、それが効果的に現れるのがちょっと中高生世代になってきますので、やはりこの世代っていうのは成長一番著しい期間かなということで、いろんなトレーニングをするっていうのもすごい大事かなと思いますね。はい、木下さんはこの頃何やってましたか？僕はね、小学生の時はまあ野球やってたんですけど、はい、ただあの足がちょっと速かったっていうところで転換して陸上部にまあ一応お声かけていただいて、で短距離をしてました。そういう意味で言うとやっぱり学生中が一番成長著しい。そうですね、はいはい、やってて楽しい時期かもしれない。そうですね。で次じゃあ3番目がですね、はい、成人期というところで、大体まあ20歳を超えて、まあ、社会人になって20代30代40代ぐらいの、まあ、成人の時期ですね、こちらの時期は学生時代で培った筋力体力が一番絶頂期として一番高ぶっている状態にはなるかなと思います。もちろんその学生を経て社会人というところで、まあ、よりまあ仕事に個人力されることが多いと思うんですけど、そこでしっかり今まで生かされた筋力体力が発揮できるという一番体としてはもう最高の状態かなと思います。ありがとうございます。一番楽しい時期でもあるかもしれないですね。社会人始まって、そうですね、いろんな時間もできたりとかあのスポーツっていうところでは学生時代やっぱりちょっとこうねチームとかそういうところに重きを持ってスポーツをされる方も多いかと思うんですけど、今度は逆にまあ大人になれば自分の楽しみとしてスポーツをされることも
あるかなと思いますので、同じ、ね、スポーツでもちょっと考え方が違う形で、そうですね、はい、できるんじゃないかなと思います。結構あの動きの激しい競技とかだともう引退される方も出てくる年代というか、ね、そうですね、30代後半になってくるとアスリート的な路線からちょっと変わってくるような、そんなところもあります。そうですね、趣味という形で楽しむという形が、ね、できる時期じゃないかなと思います、はい、僕の感覚で言うとちょうど運動習慣がある人とない人が分かれる時期かなと思うんですけど、はいはい、そうですか。あると思います。僕今44歳なんで、まあ、ちょうど40代の半ばぐらいに来てるんですけど、うん、まあ、この前ちょっと同窓会じゃないですけど、高校時代の同じ陸上部の仲間と何人か集まったんですけど、まあ、僕こういう仕事してるんで、うん、まあ、比較的体を普段から動かすので全然変わらないねって言われたんですけどまあ他のまあメンバーは、うん、運動マラソンとかしてる子は割とシュッとしてる感じですけど、全くもうまあ仕事が忙しくて、まあ、家のことが忙しくてで全然運動してない子を見るとおみたいな形で、やっぱりその学生時代の面影がどこへみたいな形の子もいましたので、やっぱりその時代でどこまで体を動かしたいっていうので変わってくるかなと思いますね。貯金っていう字が昔言われてました、はい、お金じゃなくて筋肉、筋肉ね、はい、あれがこう一番貯金できている時期がこの時期なんですね。そうですね、はい。じゃあ4番目として、まあ、40代から60代ぐらいのまあ中高年、こちらの時代になると先ほどの話もあったみたいに本当に自分で運動というのを楽しむような世代になるかなと思います。本当にまあ自分の体をまあよりこう健康にというところでがむしゃらにやるというよりはやっぱこう楽しみながらスポーツ運動をされていくのがまあ一番いいのかなという時代になってきますね、はい、僕なんかも入りたてですけれども、こう30代からの習慣が出てきてるなと思う、60代前半ぐらいまでくると、はい、子育ても終わって、うん、自分の時間もしっかり確保できるようになってくる世代なので、はい、一番おざなりにしてると楽しめないけど、うん、しっかりやっとくといろいろと動きやすくなっていくので、まあ、そんなフェーズかもしれませんね、はい、で5番目は高齢者という形で、はい、大体まあ60代から70代ぐらいの方ですかね、まあ、少しまあお仕事もそろそろまあ引退されるような方もまあ出てくる世代になるかなと思うんですけども、まあ、人間の体っていうのはずっと成長するわけではやっぱりないので、ある程度こう若いまあ時代にこう培ってきたものがまずはあのだんだんこうやっぱ低下落ちていくっていうこともありますので、やっぱりその60代以降っていうのはまずは培ってきたものをいかにこう落とさないか、向上していくっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、やっぱりこうキープするっていうのが一番こう大事になるような世代になってくるかなと思いますので、何もしてないと体っていうのはやっぱりこう落ちていくのは当たり前にはなってくるので、まあ、できる範囲で自分の体の機能っていうのをしっかりこう維持キープするっていうのがまあ大事になってくる世代になるかなと思います。最後まあ6番目の世代としては、まあ、大体さっき高齢者がまあ60代から70代ぐらいとまあお伝えしたんですけど、まあ、よりまあ70代以降ぐらいのまあ方にはあの本当にまあ予防という形で今までお怪我なく来れた方も、今ちょっとこう怪我された方もいるかもしれないですけど、やはりまあ本当にもう体力はどん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 こう日に日に落ちていきがちな世代になってきますので、年代の方でいうまあ転倒予防とかねよく言われますけど、まあ、こけてしまって骨折しまってちょっと入院して、入院するから動く、まあ、内容もちょっと減って、まあ、体力が落ちてというこう負のループですね、悪循環が起きてしまわないようにっていう意味では、まずは自分のこう体をしっかりあの自分でコントロールできて、まあ、転倒しないとか、まあ、何か痛めないとか、まあ、しっかり歩けるとかっていうところでは予防っていう形で、まあ、ちょっとでもまあ運動習慣はバリバリってわけではなくてもいいと思うんですけども、本当にまあ週1回とか週2回でもいいので、ちょっとまああの散歩してみるとか、ちょっとなんかこう体を動かしてみる、まあ、ラジオ体操するでもいいかなと思うんですけど、体を動かすっていうのはやっぱりされた方がいいのかなと思います。ありがとうございます。確かにこう分けて見てみると主たる目的っていうのが変わってきそうですね、はい、そうですね、はいはい、むしろなんかそうやってあらかじめ分かっていると今の状態から数十年前に考えたらちゃんと遅くても準備しなきゃそうですねちょっと思ったりもしますね、はい、これってあの男性女性もそんな変わらず同じような振り分けで大丈夫ですか？そうですね、そんなに男女差は、うん、まあ、あまりは関係ないかなと思うんですけど、ただまあやっぱり肉体でいうとやっぱ筋力とかっていうのはやっぱ男性の方が多少やっぱりこうつきやすいとかっていうのはあるので、うん、まあ、逆にまあ女性の方はやっぱしっかり運動してないとホルモンの関係とかも多分あると思うんですけども、うん、まあ、そういうところですとやっぱり、ね、衰えが早かったりとか、うん、あとまあ出産とかそういうのも女性の方は絶対ありますので、まあ、そういうところでの少し頑張らないといけないっていうのが出てくるかなと思います。また男性向けのトレーニング、女性別のトレーニング、はい、
切り分けるわけではないですけども、ちょっとこう特徴などは改めてね、お聞きしたいなと思います、ね。はい、今日は大きなこう年齢的な人生のサイクルで見た時の振り分けを今日お聞きしました。はい、皆さんですね、参考にしてみていただけたらと思います。はい、では今日もありがとうございました。ありがとうございました。